本日は第14回の鳴子地区のゲートボール大会が開かれております南宮のスポーツ広場です。それぞれ今コートに展開しております。こちらのコートでは今第1ゲートの通過したところです。もうすでに展開しておりまして、それぞれもう第3ゲートまで向かった人もおります。第1ゲートの通過を狙っております。残念ながら通りませんでした。こちらではやはりこの第1コート第1ゲートの通過を狙っている人がいます。ちょうど今プレーが行われるところです。残念ながら通過できませんでした。こちらも第1ゲート、こちらは第1ゲートで待っている人がいますが、第2ゲートの攻防戦が行われております。それぞれ今日は3コートでこの対戦を行われております。ゲートボールの試合が行われているところです。終わります。皆さん元気に頑張っておられます。